まあ海に行くシーンがあるんですけれどもえそこでこう萌ちゃんとその家族3人で海に入っているシーンがすごいこう本当にこう素敵でとてもこう胸がぎゅっとこうされるような思いがあったんですがその後にこに僕がこう萌ちゃんをこうこう背負ってこう海に泳ぐシーンがあるんですけれどもそこは個人的にはもう本当すいません皆さんみたいな。 初めは、えー、そんなななんんかこんなちょっとしか出会ってない人にってちょっとやきもちやいたんですけど <laughs> その感じがちょっと伝わってきてるで、はい,でも,ていでも娘が好きになっちゃったんだなってお兄さんのこと成長してるんだと思うともう夫と2人で生きていくこと決めましたから、はい、<laughs> この映画あの生きることの素晴らしさが本当に感じられる映画になっていると思うので見て。 みんなでまたいろいろ考えて前向きになっていけたらなと思っています。